ょっとミキさんからこれが伝わってこないのよ。発表会の動画を見ていただくとイメージが全然変わるんじゃないかな。はい、はい、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。7月26日水曜日、秋葉原 UDX で FC チャンネルショーをやります。まあ、去年もね、たくさん来場いただきましたんで、今年はさらに増えるでしょうね。楽しみにしています。お申し込みは LINE から。リリアダンスアカデミーの発表会がすごいらしいということで、今日ミキさんに来てもらってます、はい、お願いします。よろしくお願いします。この動画まず見てほしいですね。この動画、こんな発表会してるんですね。はい、全くイメージが違いました。すっげえ本格的じゃないですか。はい、そうですね。先生たちのなんか、この先生についてやっぱ子供たちが集まってくるんだなっていう感じの雰囲気が伝わる。はい、ね、冒頭出てる人たちみんな先生なんですもんね。そうです、そうです。全然イメージが違う。ちょっとミキさんからこれが伝わってこないね。伝わらないですね。そう、うん、だからこれを見たらちょっと、あ、こういう発表会あって、こういうダンススクールやってるんだって言ったらちょっとね、はい、伝わる気がしますね。思うな。さらになんか最近お呼ばれした会があったそうで。そうですね、ハートネイルさんの日本一達成記念パーティーに呼んでいただいて、はい、ハートネイルの日本一達成を機に、ハートネイルさんが主題歌というかテーマソングを作られて、おおで、ツイッターから島崎さんから振り付けと当日の出演お願いしますっていうご依頼をいただいて。そうだったんですね。なかなか繋がってるね。すごいです、はい、あのハートネイルの日本一店舗達成記念に僕と竹部さん呼ばれてないのに。呼ばれてないのに。あのSNS で知ってますか。 お二人来られてるかなと思ってたんですけど、でもう一度言いますけど、あの僕たちが呼ばれてないやつの振り付けとか、はい、テーマソングの、はい、テーマソングなんてさせていただきました。テーマソングどんなの。そうですね、ここちょっとで。テーマソング誰が歌ってんの、歌手。いや、なんか普通の人だと思うんですね。普通の人、はい、小原さんが歌ってるわけじゃないんだね。そうですね、小原さんもあの出ていただけるっていうことだったんですけど、途中で断念したらしくて、秘書の方だけ一緒に踊りました。なんか世の中でいろんなことが起こってんじゃん。そうですね、フランチャイズチャンネル関連でね、はい、横のつながりがあって、トムシさんがね、テトリアとね、テトリアとコラボしたりね、ハートネイルがこうやって日本一を達成してる間にね、一件も決まらないリリアダンスアカデミーとコラボしてるってね、すごいいい話なんですよね。はい、ありがとうございます。あと、ツイエスさんとナオルさんもね、結構仲良しというかね、一緒に YouTube やったりね、やってますんで、なんか相当ナオルさんも金子さんに教わってるところあるんじゃないですかね。 3S もね、業績が安定してきてるよね。金子さんも久しぶりに出てもらいたいですね。そうですね、久しぶりに、はい、うん、もう1年ぐらい出てないような気がする。そんな、ね、Amazon のやつさんともお話ちょっとさせてもらってて、はい、僕が人材派遣会社1個持ってるんですけど、ほうほう、今までダンサーは業務委託で採用してたんですけど、うん、人材派遣の方で正社員雇用をして、夕方からダンスのレッスンなんで、はは、昼間の間に Amazon さん女性専用、うん、なんで、天野さんのところにパーソナルトレーニングで派遣させていただいて。あ、でもそれは嬉しいかもね。そうですね、うん、で夜レッスン来ていただくっていうところで、ダンサーの子の雇用をしっかりして、よりしっかりできる子を採用するっていうところを今進めてるんで、まあ、ダンサーだったらね、かぶるでしょうからね。そうですね、やっぱりジムそんなにあの、はい、かけ離れたところじゃないもんね。はい、体の勉強もできるんで、うん、なるほど、そこはいいコラボを今後できるかなっていうのはやっていてます。いいですね。というわけで、いろんなところとのコラボが進んでて、はい、けど加盟が一件決まらない。はい、ね、はい、まあ、これからね、新しいプランもできてくると思いますので、はい、あと、まあ、加盟説明会動画こちらから見れますんで、ぜひいいなと思う方がいらっしゃったね。はい、発表会の動画を見ていただくとイメージが全然変わるんじゃないかな。はい、はい、そうですよね、うん、ぜひ見てください。はい、 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、